ただいま。帰りなさい。どうしたの？怪我しちゃったよ、両手。会社でさ、棚がダーンと倒れてきてさ、俺バーッと思ったんだけど、そのままおむたくってガーッバタンって挟んだったよ。病院行ったの？病院行った。だから骨には異常ないんだけど、まあ無理すんなったよ。ちょっと、かまど作れ。何を作ってね。いやー、痛いわ。両手だからな。大変。はい、どうぞ。はい、どうぞ。おい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 。動かしてくんないと。え？え、じゃないよ、俺。使えないだから、今。よし、はいはい、あ、ちょっとゆっくりゆっくり、シャツもあ、そっかこれがちょっとお前苦労かけるぞ、これ。そうね、両手だからな。2週間くらいかしら。まあそのくらいだら治ると思うんだけど。あ、痛っ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 、よいしょ。おいおいおい、ズボン、使えないんだから脱がしてくれよ、お前。別に、え、生娘じゃありませんよ、お前。どうなってんの？それ外して、そう、で、あ、チャック下ろしてくれないと。見ろよ、お前。何見ろよ。なんで見なくちゃいけないのよ。いやよ。そうで、そうできやりゃできるんじゃない。パンツも下ろすんじゃない。分かんないもの、もうほら。だから寒いだろ、これじゃ。頼むよ。めんどくさいな、もう。大丈夫これ、毎日これやるの？怪我してるのはしょうがないだろ、って。よいしょ、はい、よいしょ。お前、こういうことやったことないの、お前。ないわよ、今までだってやったことある。よいしょ、はい、スーツ上げて、はい、よいしょ。何が引っかかってんだよ。前の方を、そう、前の方から上げれば上がるんだよ。ちょっと、シュート入ったら気持ち悪いな、これ。もう切れたからいいじゃないのよ、もう。本当に腹減った。やめてよ。病院行ってるから何も食ってないんだよ。なんで怪我なんてすんのよ、もう。しょうがないだろ、って不良事故なんだからさ。そうだけどさ。はい。はい、はい。よいしょ。よいしょ。じゃあ、いただきます。これね、スーパーですっごい美味しくて。うん。ついつい買っちゃった。マグロか。やっぱ美味しい。おい、ん、おい、俺食わしてくるよ。あ、食べないよ。食べないじゃん、箸が持てないんで今。手食わしてるんだから。手食わしてるんだ、頼むよ。しょうがないな、もう。はい、あー、美味しい。うん、でね、このね、うん、卵焼き、下町の有名なお店らしいのよ。これ隣の奥さんからもらっちゃった。もらったのか。これも美味しい。おい、俺に食わしてくれよ、おかず。早く食べなってば。味持てねえんだって。はい、え、どうぞ。お、うっぺ。あれ、俺梅干しかよ、お前。おかずいつも食べてるから好きなのかなと思って。お前、マグロとか卵あんじゃねえかよ。あ、大変だ、大変だ。何？え、ちょっとしょんべん。もう食事中だよ。